南条元次は、安土桃山時代の武将、大名。天文十八年、法規国の国人、南条宗勝の嫡男として生まれた。天正三年、父、宗勝の死によって、家督を継ぎ、同年に、毛利氏一族の吉川元春から家督及び所領を安堵されている。ところが、織田信長の勢力が、稲葉国へも慎調してくるに及んで、天越の維新。 福山ここ政の仲介で、毛利氏から離れ、元継も、小田氏へと鬼脈を通じるようになった。天正八年九月、元継はここ忠だらを殺害した重臣の山田、重直の居城、堤城を攻撃、重直、信直不死を六夜へ配走させ、毛利氏と完全に決裂した。豊臣秀吉の鳥取城攻撃の際は、羽衣岩木にあって、毛利氏の鳥取救援を妨害し、 鳥取落城を早める一員を作った。天正10年9月、毛利氏の猛攻を受けて、羽衣岩木は落城するが、天正12年の橋橋と毛利氏の和睦により、八橋川伊東の宝器東三軍六万国の領有が認められ、元次も羽衣岩木に復帰した。以後、元次は、秀吉の参加に入り、九州征伐にも、亀井これのり宮部慶順 荒木茂剣、柿谷三成らと共に加わる。天正十五年七月二十七日には、十五位下、江門城に部任された。後に、宝器神に部任されるも、中部を病んで政務を行えなくなり、代わりに元次の弟、小鴨元義与が政務を取ったが、天正十八年の小田原政伐には自ら出向いた。天正十九年七月十七日、病没した。 同国久米軍上皇寺と、羽衣も岩木下の慶州寺に葬られた。去年43、ありがとうございます。